写真拡大。オリックスの吉田正尚外野手の勢いが止まらない。7日の日本ハム戦、京セラドームでは5日の西武戦から7打席連続安打をマークしており、8日の日本ハム戦、同では球団記録の9打数連続安打に挑む。7月7日の七夕には第1子の長女が誕生し、バースデーホームランで祝福した吉田選手。開幕直後は湿りがちだったバットも、ここまで打率383、4本塁打、11打点と絶好調だ。球団記録にも期待がかかる。オリックスの最多連続打数安打は1994年に本西敦弘氏がマークした9打数3四球を挟むが最多だ。若き主砲はどこまで記録を伸ばすことができるか大注目だ。パーソルパリーグ TV も吉田正尚をただいま7打席連続安打記録更新なるかとのタイトルで7打席連続安打の動画を公開。これにはファンも、今の状態の正尚なら期待できる広角アーチスト打法、打球音気持ちよすぎる、ここまで来たら2桁連続と大きな期待を寄せていた。ちなみに連続打数安打の日本記録は11打数で1991年対応のレイノルズ、2003年巨人の高橋由伸氏が記録している。フルカウント編集部。